皆様お疲れ様です。パーソナリティのゆりです。日本人が大好きな料理の一つである餃子、皮がパリッとした焼き餃子ももちもちの水餃子もとても美味しくて、ご飯やビールが進みますよね。近年日本の餃子は世界中でとても注目されています。今回はフランス人留学生の餃子のエピソード、そして後半にはフランスの餃子事情や世界の餃子について紹介していきます。フランス人留学生が母国で餃子を振る舞った結果。私の名前はアリス。フランスに住んでいて、夫と娘の3人で生活しているの。私は学生だった頃、日本にホームステイをしたことがあって、今日はその時の話をしたいと思っているの。お世話になった日本のパパはフランス語も英語も話せる人だった。ママもフランス語は話すことはできなかったけど、英語は少しだけ話せたわ。9歳の息子さんと7歳の娘さんの4人家族だった。2人とも私にすごく興味を持ってくれて仲良くすることができたわ。ママは料理がすごく上手で、私にいろいろな日本料理を振る舞ってくれたの。最初は慣れ親しんだ母国の料理が一番だと思っていて、フランスと全く異なる食文化に対して少し抵抗感があったけど、ママの手料理にすぐに魅了されるようになった。ママの手料理は野菜たっぷりでヘルシーだし、どれもこれもお世辞抜きで本当に美味しいの。1日3食を通して肉、魚、野菜と栄養バランスがよく考えられていて、しかもレパートリーが多くて毎食メニューも異なるのよ。私がいつも日本語で、何これ美味しすぎなんて絶賛するもんだから、その都度レシピも書いて渡してくれたわ。フランスに帰ったらぜひ家族に作ってあげてって言ってね。来たばかりの頃は私はママの作ってる姿を眺めてるだけだったけど、すごく興味が湧いたから私も一緒にキッチンに立ってママの手伝いをするようになった。そしてコツを的確に教えてくれて、私はどんどん吸収していったわ。おかげでいろいろな日本料理を学んで食べることができた。ママに教えてもらった中でも特に印象に残ったのが餃子。ある日突然、今日は餃子パーティーにしましょうなんて言うから、餃子って中国料理のものじゃなかったっけって思ったのよね。でもたまには他国の料理も作って食べることもあるかなんて思ったから、すんなり受け入れたわ。餃子の材料を買いに行くのも一緒に付き合ったの。その時に餃子の皮は肉売り場にもできたものが置いてあるんだけど、自分で作った方が美味しいから、うちはいつも手作りで作るのよって教えてくれたわ。最初から完成しているのならそれでいいんじゃないのって思ってしまったけど、料理上手なママが言うなら間違いないわね。そして豚ひき肉、ニラ、白菜、長ネギ、干し椎茸などの材料を買って帰ってきて、早速調理を開始。キャベツを入れる人が多いんだけど、うちは白菜を入れるのよ。白菜を入れる方がジューシーに仕上がるからね。白菜は意外に旨味成分が多いのよなんて言っていたわ。干し椎茸も入れることによって旨味がプラスされるみたい。ひたすら肉以外の具材を刻んで細かくしたら、白菜の水気を絞って調味料を入れて、肉を入れて混ぜ合わせて、それで餃子の餡が完成。その餡を作った後は餃子の皮作り。弾力となるグルテンを多く含む強力粉に同じくらいの量の薄力粉を混ぜて作っていた。配合することで程よい弾力がありながらもしなやかで扱いやすい生地になるみたい。餃子の皮となるものを熱湯でこねる。そしてこねたらすぐ切り分けるのではなく、少し皮を休ませていた。休ませることで材料同士がなじみやすくなるんだって。その後は器用に綿棒を使って薄く伸ばして何枚も作っていたわ。あんの量もすごかったけど、皮の枚数もすごかった。こんなに作って本当に食べきれるのって思っちゃうほどだったわ。
そして出来上がった餡と皮を持ってテーブルの上に置くと、パパと子供たちも集まってきて、みんなで皮に餡を乗せて包み始めたの。子供たちもいつも一緒に包んでるみたいですごく上手。私も見よう見まねで餡を皮で包んだんだけど、みんなのように上手に作ることができなくて、見た目より難しかったわ。だけど何個か作っていくうちに、だんだん上手に包むことができるようになってきて、みんな褒めてくれた。そして出来上がった大量の餃子をみんなでホットプレートに並べ始めたの。その瞬間、私の頭の中にハテナマークが現れたわけ。だって餃子といったら水餃子よねって。ホットプレートでどうやって水餃子を作るのってパパにフランス語で聞いたら、違うよ、これから作るのは焼き餃子だよって教えてくれた。焼き餃子って何って思いながらも、ホットプレートに並べられた餃子を見ていたんだけど、そのまま焼かれて蒸されて出来上がったものを見ると、並べた底に焼き目がついていたわ。イメージしていたものとは違ったけど、見た目はすごく美味しそうだったわ。焼き上がった瞬間にみんながいただきますと言って、すごい勢いで食べ始めたのよ。餃子をつける調味料には醤油、ラー油、酢といったものから、あと酢に胡椒なんて組み合わせのものが小皿に置かれていて、みんな思い思いに好きな調味料につけてパクパクと食べていたわ。私もみんなの食べ方を見ながら口に頬張ることに。それで口の中に入れた瞬間、何これって叫んじゃった。口の中でもちもちとした皮が中に入っていたジューシーなあんと絡み合って、口の中がうまみでいっぱいになったのよ。しかも一口で食べられちゃうし、そんなに重くないから何個でも食べられてしまう。子供たちはご飯と一緒に食べていた。炭水化物に炭水化物で少し太りそうなメニューだから、ちょっと私はやめておこうかななんて思ったけど、子供たちに勧められてご飯と一緒に食べてみることに。これが相性抜群だった。こんなの食べてたらどんどん太っちゃいそう。パパはビールを飲みながら餃子を食べていて、やっぱり餃子にはビールが最高だと言って、すごく幸せそうな顔をしてた。あっという間に餃子は皿から消え、すぐにまた一回餃子を焼いて、それもすぐになくなってしまったわ。目の前で焼いて焼きたてを食べられる臨場感と、みんなで楽しく食事を共有する雰囲気が本当に素敵な体験だった。もちろんママから餃子のレシピも教わったの。ただ焼き方にはちょっとしたコツがいるらしく、うまくいかないと焦げてしまうこともあるみたいなのよ。そしてホームステイがあっという間に終わりを迎え、家族との最後の別れの時には、パパもママも子供たちも私以上に泣いてしまって、私がみんなを泣かせてしまったかのような気持ちになり、私の涙もすぐに引っ込んでしまったわ。こんなに温かい家族に出会えて、私は本当に幸せだと感じた。日本に来てこの素敵な家族に出会えて、感謝の気持ちを抱えてフランスに戻ったわ。帰国後、両親に日本での体験を話しながら一緒に餃子を作ってみたの。具材はなんとかママの味に近づけたけれど、皮の形はいびつで、綺麗に並ぶような出来栄えにはならなかったわ。それに焼く時にはコツを教わったけれども、ちょっと焦げてしまって、焼き餃子作りが思っていたより難しいことを実感したの。それでも両親はとっても美味しいと言ってくれたわ。時が経ち、私は結婚して子供にも恵まれ、今でも家族で月に一度は餃子パーティーを開いているのよ。月に一回も餃子を作っていると、私の腕もかなり上達した。自分なりにアレンジを加えたりもするようになったわ。もちろんホームステイで食べた味は私の思い出だから、ママの味を再現することもあるわ。今では子供の一番好きなメニューが焼き餃子になった。日本のママから受け継いで、私の子供たちにも受け継いで、そうやってずっと焼き餃子が受け継がれていけばいいなって思っているわ。そういえばフランスにも餃子に似た料理が売っているの。それはラビオリといっても、イタリアのパスタで、分類的にはいわゆるショートパスタなの。冷凍状態で売られていて、ハム味、生ハム味、牛とトマト味、4種類のチーズ味、ナス味などたくさんの種類があるわ。フランスでは
茹でて塩コショウでそのまま食べたり、茹でたものをグラタン皿に入れてグラタンにしたりするの。フライパンで炒めるタイプのものもあって、油とバターを入れ中火で5分ぐらい焼くだけでできるの。餃子に似てるんだけど、子供たちはラビオリより焼き餃子の方が好きだって。焼き餃子が美味しいというのは確かなことだから仕方ないわね。エピソードは以上のような内容となっていました。ホームステイ先で振る舞ってもらった焼き餃子をフランスに戻ってからも作り続けていると聞くと、日本人としてはとても嬉しい気持ちになりますね。フランスの餃子事情。近年フランスでは日本の焼き餃子がブームになっているといいます。フランスでは少し前までは、焼き餃子が食べたくなったらアジア系食料品店で餃子の皮を買って自宅で作る必要がありました。ひき肉もなかなか手に入らないので、自分たちで叩いてひき肉にしなくてはならず、とても作るのが大変だったようです。そんな状況から、最近はフランス人にとって焼き餃子がとても身近な存在になっています。その始まりとなったのは日系のラーメン店。当初餃子はメインのラーメンを食べる前の前菜として扱われていました。その後、ミシュラン星付きレストランのシェフ佐藤真一氏が餃子バーというスタイリッシュな餃子専門店を開き、主食としての餃子を提案。徐々にフランス人の食文化に浸透していったといいます。餃子バーは現在でも多くのパリジャンやパリジェンヌたちが行列して待つほどの人気店なのだとか。また最近では冷凍餃子も一般的なフランスのスーパーでも購入できるようになったといいます。鶏肉、ベジタリアン、カレー味など日本では見ない数多くのバリエーションが並び、フランスの人たちに大変人気となっているようです。フランスだけではなく、日本の餃子は世界に広がっており、世界中で餃子の専門店がたくさんできてるのだとか。海外のネット掲示板などでも日本の餃子についてたびたび取り上げられており、外国人ネットユーザーから様々な声が寄せられていますので、一部紹介いたします。海外の反応。俺にとっては餃子は一生の相棒だ。餃子を食べるためにいつかまた日本に戻りたい。私は朝食に餃子、昼食に餃子、夕食に餃子。バイスペイン女子卓球、ガリア・ドボラク選手。ドイツだとニラってのが売ってないんだよな。代わりにネギを入れている。餃子は鶏肉でも作れるよ。私はいつも鶏のひき肉で作ってるけど美味しいよ。僕はイギリス人だけど、友達が餃子の作り方の動画を見てわさび餃子っていうのを作ってたわ。彼はそれでわさび餃子ルーレットというゲームを行ったんだよね。味の素の餃子はアメリカでも手に入るよ。アメリカのみんな、おめでとう。味の素に勤めるオランダ人より。日本の餃子が絶賛されるのも当然だよ。だって日本人は何でも完璧にしちゃうんだから。ネット上では世界の人たちから日本の餃子が絶賛されていました。ちなみに日本や中国だけではなく、実は世界各国には様々なバリエーションの餃子があります。最後に世界の餃子についていくつかご紹介しましょう。モンゴルの蒸し餃子として有名なのがボーズ。細かく刻んだ肉を小麦粉の皮で包んで蒸した餃子や小籠包のような料理で、チャガンサルなどのお祝いの席には欠かせません。ゴアンズと呼ばれる大衆食堂でもファストフード感覚で食べられており、ボーズはモンゴルの代表的な料理なんです。名前の由来は中国語のパオズだと言われています。ネパールで食べられているのがモモ。薄く伸ばした小麦粉の皮で具材を巾着状に包み加熱した料理です。具材には野菜や羊肉、ヤクの肉が使われています。インドで軽食の一つとして食べられているのがサモサ。インド料理店のメニューにもよくあるのでご存知の方も多いでしょう。
具材となるのはジャガイモ、玉ねぎ、豆類、羊のひき肉など。クミンやコリアンダーシード、ターメリックなどの香辛料が使われており、あんはスパイシー。小麦粉で作った薄い皮で三角形に包み、油で揚げて食べます。インドではスープにつけて食べることも多いようです。カザフスタンのサムサはミートパイのような揚げ餃子。具材には羊肉、玉ねぎ、クミンなどが使われています。羊肉は脂が乗っていてジューシーですが、スパイシーな味付けなので意外にパクパク食べられるそうです。まとめ。今回ご紹介した以外にも、世界にはまだまだたくさんの餃子があります。餃子は日本だけでなく世界中で愛されている食べ物です。同じ料理でも文化が違えば材料や食べ方は異なります。海外旅行に出かけた際は、我々が普段食べている日本の餃子との違いを見つけて、その材料や味を比べてみるのも面白いかもしれませんね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。